浦添市の街づくりをやっていく上では私や執行部だけではできないんですよ。やっぱりもう一つ大切な議会っていうのがあって、その議員の皆さんですね、ご理解とご協力がないと両輪としてうまく動いていかないんですね。ここがやっぱり関係が良くないと本当にいろんな混乱が生じてしまうんですよ。ですからこれまでにもたくさんの議論を私たちはやってきました。議員の皆さんと特に私たちが一緒に今仲間を作っている与党の皆さんとは本当にいろんなところで議論もしましたし、そして多くの助けもいただいて今があるんですよね。だから今回、浦添の市長選挙と市議会議員選挙、これが同時に行われる県内で唯一の町が浦添市ですから、私はですね、私が勝つだけじゃなくて本当に一緒に戦ってきている今のメンバー、与党のメンバー、そして新しい人たちも入れて、このワンチーム浦添のメンバー全員に勝っていただきたいと思っているんですよ。この私たち一つのチームがですね、また次の4年間でも一緒に仕事をできるっていうことが本当にこの町の未来につながると私は確信していますので、これまで同様、そしてこれまで以上にですね、議員の皆さんと一緒にですね、ある時は切磋琢磨しながら、ある時はですね、まあ喜びもそして苦しみも一緒に味わいながらですね、共にこの町の未来を作っていきたい。だからこそ全員に勝ってきて一緒に新しい次の4年間を一緒に作っていきたい、そんな思いです。